ということで、これ先ほどもお見せしましたけれども、ミャンマーのコロナ感染拡大の経緯です。3月の末まではほとんど感染者がいない状況でしたが、3月23日に感染者が出てから、もともと抱えている医療事情の脆弱さっていうところが大きな背景だとは思うんですけれども、外国人、日本人のみならず欧米の方々も多くの方が帰国され、経済が止まり、飲食店が営業停止になり、学校も閉鎖になりということで、全ての経済活動だったり、教育活動が止まるというような事態に陥りました。4月17日には直行便が運休され、国際線の離発着が禁止になっているんですね。それは実は現在も続いておりまして、外国人が新たに戻ってくるということは基本的には非常に難しい状況です。一部 ODA ですとか政府関係のお仕事をされている方々は少しずつ戻ってこられておりますけれども、我々民間人が新たに国をまたいで入ってくるということは非常に難しい状況です。そんな中ですね、リーダーとしてのどういうふうなリスクを特定して、それを想定して、でどういった対処をしてきたのかっていうのを、このリスクを特定、想定、決定という3つの定に照らし合わせてご紹介させていただきたいと思います。はい、まず、私が経営させていただいているグロースミャンマーが2020年3月、いわゆるコロナ発生時時点でどういったビジネスを展開していたのかっていうのを、こちらに図式させていただきました。一つメインが、運転手付きレンタカー事業、そして、メディア事業。これメディア事業というのはですね、日本人向けのビジネスマガジン、要はミャンマーの情報がこれを見ればわかるという、ビジネス雑誌ですね。フリーペーパーという形態でやらせていただいてたんですけれども、ビジネス雑誌、あとは、ローカルの富裕層の方々向けの教育情報誌。これはですね、ミャンマーの方々、学校を選ぶ際に適切な情報がなかったんですよ。その学校の印象だったり、口コミだったり、噂だったり、イメージだったりでしか学校を選べていなかったっていう現状に対して、もっと適切な教育情報をお届けすることで、ミャンマー全体の教育レベルを上げられるんじゃないかっていう課題認識のもと、2年前に立ち上げた、ローカル向けのミャンマー語で発行する教育情報誌です。というのをやっているメディア事業。で、あとは先ほど関大会もやっていると申しましたけれども、ワインバーを経営させていただいております。っていう飲食事業。あとは、デジタルツールの販売。これ日本の、SaaS といわれる、いわゆるサブスクリプションで提供する、ビジネスシステムですね。ツールですね。それの、ミャンマー国内での販売代理店事業。ということで、この4つの事業を展開しておったんですけれども、それぞれ、先ほど申し上げたようなコロナの感染リスク、経済の停滞が始まることによって、在住外国人が移動不要になったりですとか、外国人ローカル富裕層向けであったんですけれども、そもそも学校が閉まっていたり、新しい日本人が来なかったり、あとは広告モデルの事業体であったりっていう、こうリスク、課題があったりですとか、飲食事業もいわゆるこう観光客だったりビジネス客向けをメインとターゲットにしたお店作りだったんですね。非常に景色がいいので、風光明媚な場所にあるので、普段使いっていうのはちょっと特別な場所として展開していた場所だったので、そういった方々が入国がされない、またはコロナ感染の影響で営業停止に陥るというリスクが飲食事業は抱えておりました。また DX 事業に関しましても、外国企業のが撤退したりですとか、なかなかローカル企業がこういう IT ツールを使うのはちょっとまだ早いかなというふうな感覚をもともと持っていたので、外国企業の方々がいなくなる、決裁者がいなくなるっていうので、なかなか新しい契約が進まないんじゃないかという、いわゆるネガティブな、マーケットの状況、リスクを想定しました。じゃあこれのそれぞれのリスクがどこまでいくのかっていうと、私はですね、一応ワーストシナリオで売上が9割減するっていうところまで、いくことを当時想定いたしました。はい。じゃあこの、リスク想定に対してどういうふうに考えて、どういう行動を取ったかっていうところなんですけれども、まず思ったことはこういうことですね。ピンチはチャンスっていうことを一番最初に考えました。分かりやすく言うとですね、売り上げはなくなるんですよ。失ったものとしては売り上げがなくなると。ただ、今までのビジネスが止まるということは、
時間ですね、一番大事な資源とも言われる時間っていうものが得られるんじゃないかなというふうにまず考えました。じゃあこの前提で実際何をやったんですかっていうのを一つ一つ、時間も限られますけれどもご紹介したいと思います。コロナ禍での授業判断、どのように対応するかを決定したか、ごめんなさい、ちょっと数字間違っちゃってますけど、0、1、2、4、3、5になってますけど、6つですね、6つ施しました。はい、まず0からですけども、働き方改革ということで、まず一番最初に守るべきは従業員の安全第一でしたし、コロナ感染者が社内から出ることに対する、リスク管理だと思いましたので、まず在宅勤務へ早急に切り替えました。ただ、在宅勤務を想定していた働き方ではなかったですし、あとはこの在宅勤務ということ自体、こうミャンマーの方々の中の常識が何て言うんですかね、平たく言うと在宅勤務イコールちょっと休んでいいのかなみたいなまあ日本でもそういう考え方があるっていう話もちょこちょこウェブでは拝見しますけれども、まずそういった常識を打破するところから始めですね、しっかりキックオフミーティングを行って、普段と一緒なんですよと。で、いかに効果的な成果、効果的な働き方をするにはこういうことが大事なんですよねということで、タスク管理とスケジュール管理を徹底することと、朝夕のZoomの全体ミーティングっていうのを行うようにいたしまして、なるべくコミュニケーションのロスがないように、あとは顔を合わせて何か聞きやすかったりですとかする環境っていうのを作ることに努めました。結果、この朝夕のZoomの全体ミーティングは今でも毎日やってるんですけれども、一人一人の発言の機会を設けることによって、それぞれがこう経営に対する参加意識というか、コミュニケーションに対する能動性みたいなすごく芽生えてる感じがして、コロナ前よりも良くなってることっていうのも非常にあるなというふうに感じておりますし、生産性自体もそんなに落とすことなく働けましたし、従業員の安全もキープしながら授業員ができております。これが基本的なことですね。まず最初にやりました。で、続きまして、ここからちょっと痛々しい話もあるんですけれども、既存事業の休止判断、これもしましたね。事業モデル的な、このコロナ禍で、復活がなかなか見込めないんじゃないかっていうものだったり、ターゲットも国外退廃していたり、あとは広告モデルってですね、不景気になると一番最初に削られるのって、福利厚生とか、広告予算とかですね、人材採用予算とかっていうのは比較的初めの方に削られる傾向にあるんですけれども、これは事業モデルとして不景気の中は非常に厳しいなというふうに判断をさせていただいて、メディア事業に関しては、日経向けのビジネスマガジンはもう4月中、ローカル富裕層向けはやりたいなと思ってたんですけど、結局6月に、休止判断をいたしました。はい、で続いてのコスト削減ですね。コスト非常に効果的に素早く削らせていただきまして、家賃はシンプルですね、大家さんと交渉させていただいて 28% 削減で、人に関しても、客観的で明確な基準のもと判断をさせていただいたと、当時も120何人かいらっしゃって、これ本当人に関するところでいろいろな考え方があるとは思うんですけれども、私としてはやっぱ変化に対して適応するためにはそういった判断も必要であるべしというふうに基本的に前提考えておりまして、ある一定その何て言うんですかね、全く今まで通り働いていただいている方々もいれば、法令にのっとって雇用を終了させていただいているいただいた方もいらっしゃいます。その判断っていうのを中長期的な売上減っていうのを見越して4月中に判断させていただいて、少しずつですね、少しずつ契約っていうのを、胸が痛いところも正直あるんですけれども終了をさせていただきました。ただここに関しても、お国柄というかそういったところもあるのかなというふうに思いまして、正直、リスクとしてですね、やはりあるはずだった仕事がなくなってしまうっていうのは誰しも快くは思わないので、会社に対する抗議とか、レピュテーションリスクみたいなのは非常に考えておったんですけれども、一方でミャンマーの何て言うんですかね、中華系とか韓国系の縫製工場さんがもう4月中に夜逃げしちゃって、仕事が本当になくなりましたみたいなことが結構当時
ニュースとして流れていたので、一方弊社は、まあ、法令にのっとった休業手当とか、まあ、そういったものはもちろんしっかりお支払いさせていただいたので、まあ、従業員の皆さんも非常に理解をしてくださって、逆にありがとうって言っていただくようなケースもあったりして、まあこのあたりは何て言うんですかね、こうミャンマーの全体のセーフティーネットというか、その働くことに対する価値観の違いみたいなものを改めて感じた次第でございました。あとは、まあ、車両ですね。まあ、これは、借りてるものを返したっていうだけなんですけれども、車両も、まあ、早急に判断させていただいて、だいたい年間2000万円程度の削減、インパクトのある判断を4月中にしました。まあ、あとは、不要不急の、その他として、不要不急のサービスの解約、委託先の契約の見直し等を行ったという形でございます。でこれはちょっとこぼれ話なんですけれども、まあ、先ほど申し上げたその人のところ、当然まあ事業判断としてせざるを得ない、まあ、するという強い意志のもと進めさせていただいたんですけれども、当然私としても、まあ、私も人間なので当たり前ですけど、まあ、引っかかるところがありましてですね、10月に、まあ、退職をしたスタッフ、過去に遡ってですね、コロナ以降退職したスタッフ全員にお米、まあ、今度食いっぱぐれるっていうことだけはなくなってほしいと思いまして、お米を1人12キロずつ全員に全部で 1.4 トン食料支援いたしました。この時も非常に感謝していただきましたし、ただお米を配るだけではなく、我々既存の従業員からのメッセージビデオをつけてですね、もしコロナが終わったら皆さんから先に復帰していただくように我々頑張りますよ、なんで皆さん今は一緒に耐えしのぎましょうっていうようなメッセージビデオとともにお送りさせていただいて、この時もまあ非常に、従業員の方々いい反応をいただいたということがございました。はい。まあ、あとはですね、まあ、削るだけしっかりコストを削った上で、じゃあ何ができるかっていうのを新規事業いろいろ考えました。これもパパッといきますけど、まあ、定期配送サービス。これはですね、イメージAmazon 定期便ってありますよね。日本で。ソーダ水が勝手に届くとか、洗剤勝手に届くとか、まあ、そういったものがなかったんでやろうかなと思ったんですけれども、これはすいません、やれませんでした。やはりまあ似たようなことを考える企業さん多くてですね、まあ、地場の大手が、2、3ヶ月前から最近始めたりしていてですね、やっぱりだから大手資本があるところに対して我々の中小企業が正面でぶつかっても、これ、まあ、過去に経験もあるんですけれども、破れることが分かっているので、これはまあ冷静な判断できるかったなと。で、オンライン研修事業、これもオンライン時代になっていきますし、まあ、企業さんが抱えている研修課題っていうのを感じているので、これもやろうと企画をしているんですけれども、これはちょっとまだ立ち上がっていないですね。一旦ペンディングにしています。あと、デザイン制作事業っていうのも考えて、実際一件受注をしたりとかっていうのもしたんですけれども、これもちょっとデザインっていうものの、業務特性上しっかり体制を作らないと利益を出す事業にするのは難しいなということで一旦休止にしています。あと翻訳オンラインメディア、これ企画進捗中だったりですとか、まあ、ここまでは比較的本当のなんか新規事業なんですよね。でこの下の3つがいわゆる既存事業の横展開ということで、製造業さん向けの車両運用委託のご提案、これはしっかり受注ができて現在運用してますし、配送トラック向けレンタル、これも提案中ですし、学校向けの車両運用委託事業、こちらも、ほぼ受託が決まりそうな形で提案中ですと。まあ、やはり新規事業といっても全く違うものではなく、既存事業からの横展開っていうのが、まあ、スピード感ですとか、まあ、当然ノウハウの横展開もできますので、効果的だなというふうな学びがございますですね。まあ、とにかく必死だったので、まあ、当時4月5月6月何ができるかっていうことでいろいろ試したっていう経緯がございます。はい。でもう一つ大きな、効果として出たのが、まあ、財務体制の見直しということで、まあ、これ簡単に言うと、まあ、費用として計上していたものを資産にしたと。まあ、何かというと借りていた車を買ったっていうことなんですけれども、なんで売上が下がっているのに買えるんですかっていう話ですね。まあ、いわゆる資金調達というのを行いました。冒頭ミャンマーの特徴でも申し上げましたけれども、金融インフラ非常に脆弱なので、銀行からお金を借りるっていうことが実際できないんですね。
できないっていうのは、土地の担保が必要なんですよ。で、外国人土地所有できないので、実際外国企業として銀行から融資を受けるっていうのは、ミャンマー非常に難しい環境であって、そこでつまずいておったんですけれども、まあ、今回コロナ禍でこう事業がこういう形になって、まあ、時間もできて、まあ、いろんな方とお話しする中で、まあ、日本人の、いわゆるまあ投資家さん、エンジェル投資家みたいな方から、お金をお借りして車を買うという形で事業転換を今図っておりまして、自社保有率は数字で言うとコロナ前が 20% だったんですけれども 45% に増加していたりですとか、あと左ハンドル率、これはもともとミャンマーって右ハンドルの日本から輸入された中古車が多いんですけれども、左ハンドルの新車ですねが 15% から 28%、 要は古い車から新しい車にできていたりですとか、あとは、自社で買えることによって、まあ、こういった車種の提案どうですかとか、まあ、例えばトラックどうですかとかバスどうですかとか、そういった提案の幅が広がることで営業面でも非常にいいシナジー効果が出ているなという効果がございます。まあ、これは事業上非常に大きな転換点となってますね。あとは既存事業の業務フローの見直しということ、まあ、これ地味な動きですけれども、業務フローをまあ見直しておりますと、まあ、採用フローだったり調達フローだったりパートナーの再選定だったり人事制度見直しだったりということに手がつけられております。ということで、まあ、6ヶ月9ヶ月ですか、まあ、もがきながらいろいろ試して、実行しております。できましたし、業務の安定化も図れていますし、財務の強化もありもできましたし、新しい働き方もできているということで、一見まあ先の見えない非常に不安な状況ではあったんですけれども、まあ、それをしっかり一つ一つ積み上げることで、まあ、結果としてこういったメリットを生み出せているというのが、コロナを通して事業展開している現在の状況でございます。歴史を紐解くといいますか、過去経緯からご説明すると分かりやすいのかもしれないんですけれども、ミャンマー2012年までですね、鎖国に近い状況でございまして、なんて言うでしょう、経済的にも非常にこう遅れているという言葉は使いたくないんですけれども、まあ、牧歌的なというか、まあ、60年前の日本のような産業があまりない状態だったんですね。これ何かというと、仕事自体が非常に少なかったんですよ。なので皆さん、個人事業で自分でお金を稼ぐとか、親戚同士で助け合うとか、あとはまあ収入がなくてご飯が食べれない時もですね、いわゆるこうお坊さんたちが修行する僧院に行くとご飯を食べさせていただけたりですとかっていう、こう社会としてのセーフティーネットが日本よりも非常に手厚くあるなっていうところがあるんですね。なので、その良くも悪くも目の前の仕事に対して執着が強くないというか、良くも悪くも、良くも悪くも、まあ、非常に柔軟に仕事に対して自分の仕事と会社っていうところの関係性が非常にこうフラットにというか、考えているなという仕事の価値観を改めて感じました。要は何でしょう、仕事を失うことに対する恐怖心が日本人より相対的に低いなということを強く感じました。